シがこんなところに。東京の海ってアザラシいたっけ？いや、いないと思う。どこか遠くの海から迷い込んできたのかも。ニュースでしか見たことないよね、川にアザラシが迷い込んできたって。あ、ねえ、もしかしてユーマって。まだここにいたんだね。ん？どういうこと？あ、その、みんなごめんなさい。実は私、最初から気づいてたの。ユーマがこのアザラシだって。そうだったの？ってことは、あやまちゃんもうずっと前からこのアザラシのこと知ってたってこと？うん、学校の帰りに偶然見かけたんだ。海面に一瞬だけ顔を出してて、見間違いかと思ったんだけど、次の日も同じ場所にいて。もしこのことが大勢の人に知られたら大騒ぎになって、この子も怖い思いをするかもしれない。それで私だけの秘密にしておこうと思ったの。なるほど。確かに東京の海に野生のアザラシなんて、野じ馬殺到間違いなしだろうね。こんなに可愛いし。うん、可愛い。目が黒くてクリクリしてて、こんな目で見つめられたら守ってあげなきゃって思っちゃうよ。でも同じようにアザラシを見かけた誰かがユーマと勘違いしてネットで話題にしちゃったんだね。多分そうだと思う。ほのかちゃんにネットの写真を見せられた時、すぐにこの子だって気づいたんだけど、みんなユーマを見つけようってすごく楽しそうだから、ずっと本当のことが言い出せなくて、本当にごめんなさい。あゆむちゃん。まあ、あゆむの気持ちもわかるよ。周りが盛り上がってると言いづらいよね。実際私らもめちゃくちゃはしゃいでたし。そういえばあゆむさん、探している間ずっと必死な顔してたよね。このアザラシのことは心配してたの？うん、今までも毎日会えてたわけじゃないけど、こんなに探しても姿が見えないのは不安で。じゃあまた会えてよかったね。怪我してる様子もないし元気そうだよ。ユーマじゃなかったのは、あ、ちょっと残念だけど、おお、こんなに近くでアザラシを見られるのもすごく、おお、珍しいし、私は大満足だよ。おお、ものすごくアザラシに懐かれてる。ほのかちゃん、動物に好かれやすいもんね。いいなぁ、私もアザラシと仲良くしたい。なんかそうやってアザラシとかに懐かれてると、ほのかの方が竜宮城のご主人様みたいだね。私だってまだそこまで仲良くなれてないのに。もしかしたら本当に竜宮城に連れて